よし、地獄みたいな研修を乗り越えてようやくたどり着いた。今日からこの原次郎が世話になる会社、ブラック&ブラッカーズか。よし、何が何でも成り上がってやるぜ。おい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 、原次郎さんよ。おい、ザッス、クソが、てめえなんて目で見てやがんだ。俺は上司だぞ、殺されてねえのか。ザッス、すみません。てめえどうすんだよ。もう今月また未達なんか。おい、ザッス、こっから持ってきますんで、絶対達成しますんで。おい、てめえ言ったからにはやれよ、絶対。うわ、いや、原城君、今日もめちゃくちゃ詰められてたね。大丈夫？ああ、しかし、これは俺が悪いんだ。会社から給料をもらっておきながら、成績が出せない。俺がな。どうかな。おかしいと思わないのかい、こんな職場。おかしい？いや、全然思わないね。やるしかないんだ。あれ、俺はちょっとテレアップしてくるわ。うわ、あいつ、ほんとすごいな。あ、もしもし、ドブラック&ブラッカーズのハワと申しますが。俺は人より頭が悪い。どこの企業も内定が出なかった。行く先がなかったんだ。この会社が受け皿となって俺は助かったと思っている。この恩義は死んでも返す。おい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 、お前らどうなってんだ。全然やらねえじゃんよ。どうすてめえ、原次郎、特におめえだよ。ゾス、申し訳ありません。絶対、巻き返すんで。どうやってだよ、ん？ゾス、こっから飛び込んできます。焼き鳥屋、キャバクラ、一般宅、どこかで5匹ぶち込めるはずなんで、その気になれば、やれるはずなんで、絶対、行ってきます。面白いな。行ってこいや。あ、電話だ。おい、俺だ。どうした？ゾスマネージャー、すいません、警察呼ばれて騒ぎになっておりまして。ああ、どけんなよお前。そんなことでいちいち電話してくるんじゃねえよ。てめえで解決しろ。そして絶対受注しろ。いいな、ふざけやがって。ザーッ！おい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 、原次郎がいねえじゃねえか。ザッス、マネージャー、午前中事情聴取受けておりまして。なめてんのかてめえ、ほら昨日は取れたんか。マジかよ。いや、昨日警察呼ばれてたよね。警察の話よりも何、受注したかどうかが先なの。いや、確認の順番おかしい。ええ、すいません、取れませんでした。ちょっと来いよ。うわ、ひどい。もうめちゃくちゃだよ。はぁ、まいったね。もうほぼ残ってない。みんなやめちゃったね。ああ、そうだね。上司がでも言ってたぜ。やめていった奴らは根性がない。他でも同じように逃げていくんだってな。どこ行っても使えないって言ってたぜ。え？その言葉、真に受けてないよね。ああ、俺は上司みたいな、立派なマネージャーになるんだ。いや、目を覚ましなよ。ほら、よく周りをもっとこう見た方がいいよ。拾ってもらったもんは忘れねえ。俺は絶対に返す。おい、原次郎。ゾス、マネージャー。てめえ、いつになったら受注すんだ。おめえだけなんだよ、ファーストオーダー上がらねえやつ。あ、見たこともねえよ、半年もオーダー上がんねえゴミをよ。ゾス、必ず上げますんで、死ぬ気で、死ぬ気でテレアポします。はい、はい、分かりました。いえ、あ、はい、あ、では18時に伺いますので、よろしくお願いいたします。よっしゃ、サボったー。おい、
アポったか。よし、よくやったぞ。そうだな、誰に手もらうか。マネージャー、あ、これ俺が行きます。俺が取ってきます。はは、舐めたこと言ってんじゃねえぞお前。ああ半年間ゼロの野郎が何言ってんだ。いえ、行きます。へめ、わかった、行ってこい。ああ、俺だ。おお、原城か。客先に到着したか。わかった、行ってこい。頑張ってこいよ。ああ、俺だ。んだ、商談にならなくて追い出されましただ。お前、これだけ単価切っておいて何やってんだよ。勝ってるね。もう一回やり直せ。もう一回やれよね。舐めやがって。おいおい、お前ら諦めんな。まだまだテレアポできっかんな。続けろ、絶対取れ。おだ、はい、俺だ。おう、原次郎か。あ、お前まさかてめえ出たんじゃねえだろうな。どっす、マネージャー、出ました。出ましたじゃねえよ、お前。取りました。あ、何？受注しました。コピー機を2台取りました。ザー、なんだと。そうか、よくやったじゃねえか。いいぞ、よくやったな。ザッ、コピー機を一切必要としない豆腐屋の75歳の社長にコピー機を2台ぶち込んだこの案件は、後々原次郎の奇跡と呼ばれるようになる。この後、半年間売り上げゼロだった原次郎はこの受注を機に一気に躍進。豆腐狩りの原次郎という異名がつき、豆腐屋だけでコピー機を217台売るなど、数年後には売上ランキング上位常連となっていた。はい、あ、もしもし、ドブラック&ブラッカーズのハオと申しますが。全くと言っていいほど頭も良くなく器用さもない。だがそれゆえに愚直、圧倒的愚直、そして単純思考。センスがなくともトップセールスになることができる気合と根性でそれを体現する男、それがパワー原次郎。よし、今日も豆腐屋に最新のコピー機フルオプションでぶち込んできてやったぜ。しかし包丁を出された時はどうなるかと思ったかな。あ、おい、お前が原次郎だな。ゾス当事業部長。それは2年前の話だ。俺はとここにお前の会社を辞めている。え、まさか。そうだ、元専務である鬼木さんと一緒に立ち上げた会社ブラック通信企画、そこに貴様を誘っている。気の狂ったお前の営業力がうちに欲しい。どうす、ありがとうございます。まさか俺にお声掛けいただけるとは夢にも思っていませんでした。俺と社長の他にもう一人協力者がいるんだが、そいつが言ってたぞ。社長、統括、私が思うに真のブラック企業とは行き場のない者たちの受け皿、そう、セーフティーネットであるべきだと考えます。そして行き場のない者たちはそれぞれの問題を抱えている。例えば圧倒的な無能な人間、能力がないにもかかわらずエリート意識が高い人間、そして人間関係に問題を生じさせる、または壊してしまう者たち、こういった者たちの受け皿であるべきだとというのがまあ表面上の話。こういった人間たちは実際問題行き場がないので、どうにでも安く使います。洗脳次第では長期間低賃金で使い倒せる。しかしそんな人間でも数字を作れるようにしないと我々の会社は成り立ちません。そのためには気合と根性で受注できるビジネスの取り扱いと、それらを束ねるネジの飛んだパワーマネージャーが必要なんです。飛んだ悪党が一緒にいらっしゃるんですね。パワーマネジメント俺がやってもいいんだが、まあ、何人も病院送りにしちまってる。お前ならちょうどいいと思ってな。どうだ、やるか、パワーマネージャーを。ザッス、やらせてください。てめえなら言うと思ったぜ。ほらよ、これやる。これは俺がマネージャー時代着ていたジャケットだ。あ、ありがとうございます。
絶対やり遂げます。